今日は質問に答えていきたいと思います。はい、ショートの動画はみなみちゃんが編集してるのかな、1から10までね、願ってくれてます。ありがとうございます。次、質問です。小さい頃と一番変わったなって思うところはどんなところですか？内面もあると思うんですけど、私的には歯並びが一番変わったと思います。ラブカのヘアオイルってどこで売ってますか？これですね、前回紹介したやつ。これは私はロフトで買ったんですけど、プラザとかでも見ました。ネットとかにもあると思います。フィーノ使ってるヘアパックは最近やってないんだけど、フィーノのオイルを最近買って昨日使いました。良きです。質問、家で一番よく食べるフルーツは？パイナップルとリンゴ。脱毛とかしてますか？脱毛に行ってます。まだ数回しか行ってないんですけどね。はい、ということでこんな感じで終わりです。またね、質問コーナーしていきたいと思うので、どんどんコメントください。次回もお楽しみに。バイバーイ。